いやー、最近の土マジで強いですよね。アナザーサンダルフォンのおかげで、多属性出張ができるようになったのが大きいです。私も、アルエヌ連戦、天使連戦、強バハフルオートなどで土を使っています。昔は闇使っていましたが、今は土ばっかり使っています。マグナからティターン編成に移行しようかなと考えている人は多いと思います。ですので、ティターン編成とはどのようなものか、や、移行の目安について簡単に解説していきます。というよりも、ティターン編成に関する質問は3億回ほどされたので、これからはこの動画見ろ、っていうために動画を作りました。先に結論を言っておくと、ティターン編成への移行ラインは、一振りと AK、1本ずつです。これはあくまでも最低限のラインですが、この2本がないとティターン編成として形を成しません。まずは、キャラからです。ティターンに限定せず、マグナも含めた土属性でよく使われるキャラについて解説したいと思います。必須キャラは3人います。1人目は、クリスマスナルメアです。1アビ3アビの2ポチするだけで、追撃8割、カウンター2回、確定 TA、全体カバー、火ダメ 99% 反射、いつ朝1ターン。と小学生が考えたような最強のキャラとなっています。いつ朝が1回ではなく1ターンなので、2プラトンで2回叩き込めるのがやはり強いですね。手動の編成は全てナルメアを主軸にして組まれています。ナルメアなしだと古の奥義軸ぐらいしかできません。持っていない人はアニバサクで必ず取りましょう。二人目は、カイムです。ハイランダー編成、すなわち、武器が全てバラバラの編成の時カイムをサブに入れるだけで、攻撃 20% アップ、別枠、防御 50% アップ、ダメ上限 10% アップ、という最強のサポアビを持っています。実質11本目の武器ということですね。ティターン編成は本来、戦場染めやエデン染めみたいに一振り染めになる予定でしたが、カイムの登場で大きく変わりました。ハイランダー編成で良くなったので、リミ武器の必要本数も1本ずつとなり、コスパが非常に良くなりました。また、一振り染めしている人曰く、カイムハイランダーの方が強いらしいです。3人目は、アナザーサンダルフォンです。このキャラの登場で環境が大きく動きました。1アビの元素不和効果によって、敵の属性を無理やり水属性に変えてしまいます。すると、本来有利属性の敵ではないのに、電子武器やアーカルム石のヨダメアップが乗るようになり、さらに、クリティカルも発生するようになります。また、敵の攻撃も水属性に固定されるので、火ダメを減らすこともできます。そして、サンダルフォン自身も連撃確定やダメ上限 20% アップ、クリ率アップなどなど非常に強いキャラとなっています。無属性や多属性出張したい場合には、必須キャラとなりますね。次に、よく使われるキャラについて簡単に説明したいと思います。マキラは、攻防連撃追撃バフ持ちで、さらに、防御ダウン 40% 持ちの唯一無二のキャラとなっています。水着ゴブロは、1アビで3ターンの間、全体カバー&火ダメを1500に抑えられるので、高難易度やフルオートで活躍します。ゼタラガは、1アビで9ターンの間、確定 TA&追撃8割を持つので、レスラーや奥義オフフルオートでよく使われます。ペンギーは、確定 TA と通常攻撃後に追加ダメージを与えます。アビポチをしたくない肉集めや早い連戦部屋でよく使われます。その他にも有用なキャラはいますが、今回は省略します。次は、武器編成についてです。G 氏とフレイ氏の組み合わせは大きく3通りあり、ティターン×ティターン、ゴリラ×ティターン、ゴリラ×クロキリンです。ティターン×ティターンは、高難易度やフルオートで主に使われています。左の画像は汎用的なフルオート用の文句編成です。一振りは渾身、AK はダブル後陣を持っているので火力用です。八幡なぎなたは HP を盛りつつ心境持ちであり、陣強編は HP と連撃を盛れるのでフルオート向きの性能をしています。そして、アビダメが多いのでワールドエンドも入れています。
右の画像は、私が実際に使っているツヨバハフルオート用の編成です。メイン AK で、一振りと八幡なぎなたが入っています。ツヨバハフルオートの場合は、生き残ることを考えなくて良いので、HP はモレルが火力の低い陣強編は入れていません。ゴリラ×チターンは、1から2ターンで1億ダメージぐらいを出したい短期戦のレスラーで使われています。ある N 連戦や天使連戦で使っている編成がこれです。数ターン以内で終わる短期戦の場合、リミ武器は一振りと AK しか入りません。他のリミ武器よりごとつゆ武剣やオールドペルセウスの方が火力は高くなります。ゴリラ×チターンの場合は、フレンドからゴリラ借りても大丈夫ですが、スキンによる演出時間の短縮ができないのは注意です。1ターン目にゴリラ召喚、2ターン目にマンモス召喚なるめは1アビ3アビ2プラトンがテンプレ行動です。ゴリラ×黒キリンは、3から4ターンで1億から2億ダメージを与えたい中期戦のレスラーで使われています。5000乗95ヘルやグランデ HL、ツヨバハの手動で用いられています。自主黒キリンフレイシゴリラだと黒キリンが召喚できないので、自分でゴリラ4突を用意する必要があります。1ターン目ゴリラ召喚、2ターン目マンモス召喚ナルメア2プラトン、3ターン目黒キリン召喚ナルメア2プラトンがテンプレの行動です。もしくは、1ターン目にウリエル召喚して4ターン動くこともあります。ツヨバハの手動で使っている編成はこんな感じです。通常週末ではなくマグナ週末の方が火力は高くなります。ここでも一振りと AK は編成に入ってきます。リミ武器の優先度をまとめておきますと、こんな感じになると思います。上から順に優先度高中低です。一振りと AK はどの編成でも必須になります。逆に言えば、この2本さえあればチターン編成として形になります。ですので、チターン編成への移行の目安は、一振りと AK、この2本を作っていることだと思います。また、八幡なぎなたや陣強編は、高難易度やフルオートで活躍するので、作っておいた方が良いでしょう。ワールドエンドとセラステスの優先度は低く、上4つを作ってからでいいと思います。ゴリラに関しては、当然作った方がいいです。しかし、ゴリラ持っていなくても、ゴリラをいているフレンドを頑張って集めれば良いのと、ゴリラ×黒キリンができなくなる程度なので、最悪なくてもなんとかなるかもしれません。そもそもの話、マグナでもゴリラは使うので、チターン編成への移行の目安にはなりません。最後に、マグナ編成と比較するとこんな感じです。今回はとりあえず編成画面の数字だけを見てみましょう。ゴリラ×マグナとゴリラ×チターンの編成を用意しました。水属性相手の場合の予測ダメージは、マグナ編成は53万、一方、チターン編成は63万と、約 1.2 倍となっています。リミ武器2本作るだけで、連戦で上位取れるようになり、また、火掘りもできるようになると考えると、非常にコスパがいいですね。今、神石移行するなら一番おすすめです。それでは、